頑張ったね。
私がそうであったように。だが自らの結論を誇示し、
全ての原因は人間にあると主張する者も少なくない。彼らは今人間世界を滅ぼそうと動き出している。滅ぼす？人間世界っていうと どこからどこまで？中野？東京？日本？まさかそうだ、この地上全てだ。イーターを我らの世界から排除したところで、人間という発生源を消し去らない限り奴らはまた現れる。人間を滅ぼす以外イーターを完全に排除する術はない。それが彼らの下した結論だ。デジモンが私たち人間を、彼らは人間世界に攻め込もうとしている。ロイヤルナイツが大軍を率いて奇襲をかけ、目的を遂げるつもりだ。攻め込むってどうやって？デジモンは現実世界には出てこれないし。東京と呼ばれる都市では物質的空間であるにもかかわらず、デジモンが出現する現象が起きているんだ。人間世界とデジタルワールドは次元の壁と我々が呼ぶ原理原則により異なる次元時空として隔てられている。だがその壁に大穴を埋めし、次元の隔たりに扉を作り出せば、二つの世界はつながり、原理原則が重なって混ざり合い、結果あらゆるデジモンが往来可能となる。昨今東京で起きているデジタルウェーブの増大や異常は、おそらく扉を開くための準備に違いない。パラダイスロスト計画とはそれだ。つまり計画を推し進めていた岸辺という人間は、彼らロイヤルナイツの意向に従っているか、精神を操られている可能性が高い。じゃあオメガモン以外のロイヤルナイツもこっちに？二つの世界は完璧に隔絶されているわけではなく、わずかな次元の裂け目がいくつも存在する。私もアグモンとガルモンというデータ質量の小さな姿でなら通過することができた。予期せず記憶の一部を失ってしまったが、私と同じく何らかの手段を講じてこちらにやってきたデジモンがいたとしても不思議はない。そっか私は何としても彼らを、人間世界への侵攻を阻止したい。自分たちの世界を救うために別の世界を滅ぼすなど正しいはずが、許されようはずがない。そのような破壊的解決を私は望まない。オメガモン、うん、私もそんなの嫌だ。だって人間とデジモンはもっともっと仲良くなれるはずだもん。どうか君たちの力を貸してほしい。この事件にはロイヤルナイツである私ですら知り得ない謎がある。それを解明し事件を解決に導くには君たちの力が必要だ。待たせてすまない。思いのほか検証に手間取ったよ。だがその甲斐あっていろいろと興味深いことが判明した。事務所に戻りたまえ、直ちに会議だ。私たちも行く。さっきの話も伝えないとだしね。お待たせ。それじゃあ京子さん、作戦会議始めちゃおう。いや、あと一人重要なキャストがまだ来ていない。重要なキャスト？私たち以外に誰が？げえ、重要なキャストってまさか。ったく、岸辺を追い詰めるための作戦会議って聞いてきてみりゃ、暴走イノシシアタック少女も一緒だよ。こじらせ少年、そもそも
悪いが、この作戦は誰一人欠けても成立しない。暴走イノシシアタック少女もレジェンド、ただし中にこじらせ少年も協力してほしい。まあ、俺は岸辺を叩けるんなら何だっていいさ。早く始めてくれ。だ、そうだ。暴走イノシシアタック少女も異論はないか。わっと、その前にちょっちみんなに聞いてほしい話があって。ふん、それがパラダイスロスト計画の全容か。なるほどな。人間世界の破滅とか、マジかよ。そこまで話がでかくなってんのか。その情報のおかげで私の仮説も全て立証された。感謝しよう、暴走イノシシアタック少女。いや、私っていうかオメガモンのおかげっていうか、京子さんその呼び方もうやめてっていうか。それでは改めて作戦会議を始めよう。まずは事実 A、 岸辺リエの目的は次元の壁に穴を埋め、次元の扉を開くことであると判明した。事実 B、 その岸辺リエによって上白優子が誘拐された。これら A、B の事実はおそらく無関係ではない。 A を達成するために B の実行が不可欠だったのだろう。そして A はまだ達成されていない。よって今回の作戦行動では上白優子の奪還およびパラダイスロスト計画の全面阻止の同時達成が可能となる。B 実行の理由はこの際気にすんなってか。名推理とは得てしてそういうものさ。だが至極真っ当な君の疑念の雲を払うため、私が新しく手に入れた証拠をお披露目するとしよう。相変わらずつかみどころねえな。最近起きた迷いな事件の発生場所、そして現在検知可能なデジタルウェーブの流れをシミュレートした結果、定常的に安定状態にある大規模なエネルギー場の存在が浮かび上がった。東京全域を覆う円環状のエネルギーの流れ、私はこの環状ネットワークをデジタルラインと名付けた。驚くべきことに、デジタルウェーブで構築されたこのエネルギー場は人為的な制御がなされている。十中八九上白、岸辺たちの手によってだ。各地に配置されたエデンスポットもどうやらエネルギー場の構築に関連していたらしい。そうか、新宿でオタクがジャンプしたネットワークはこいつだったのか。ほうほう、エデンスポットにそんな秘密があったとはな。要は流脈みたいな道ができてるってことだろ。その通り、このネットワークは流脈、レイラインなど古くから存在する超自然的なエネルギー場と酷似している。デジタル用のエネルギーライン、岸辺たちは長い時間をかけてデジタルラインを整備していたんだろう。デジタルウェーブを循環させる構造はそれ自体がエネルギー反応炉であることを示している。蓄積し冷気させ増幅して放出する。このデジタルラインに蓄積された膨大なエネルギー量のデジタルウェーブを放出することで扉が開くのだと私は考える。エネルギーの冷気状態から推測するに、パラダイスロスト計画はいつ実行されても不思議はない状況と言える。そして現在エネルギーの流れに著しい変化が見られるポイントがある。エネルギーの流れを追いたどり着いた先は六本木だ。六本木の地下には上白の研究施設がある。六本木地下施設と呼ばれているらしい。なんともそっけない政府関連施設じみた名称だと思わないか。そうだ、以前調査した地下道、その奥にあった
例の施設だ。君のログ情報を追跡した結果、上白優子と別れた地点と座標軸が一致した。本丸は間違いなくここだ。そこを攻め落とせば優子奪還、一生は確実ってわけか。けど計画阻止は微妙だな。 A 達成に B 実行が必要だったとして、 B が実行された時点で A 達成に必要な条件 C が成立しているなら、すでに B は、抜かりはないさ、オラタ君。デジタルウェーブの制御自体を妨害するんだ。説明した通り、デジタルラインはデジタルウェーブの流れを制御して構築された人工物だ。その制御はエデンスポットをはじめとする各種装置の稼働やコンピューターオペレーティングで行われている。つまりそれらを妨害できれば、なんともアナログな方法だな。要は電源を落としちまえってことだろ。その通り。しかし向こうもそこが弱点なのは承知しているはずだ。予備電源の一つや二つ用意しているだろう。だが同時多発的に工作を行えば必ずほころびは生じるはずだ。いっぱい人を集めて一斉に電源を送るとか。アホ、そんなもん東京中を停電させりゃ一発だろ。そっちは俺に任せてくれ、京子さん。東京中をって、だからどうやって。はん、俺はハッカーだぜ。ハッカーがやることは一つだろ。知った連中を集めて各地の電力供給システムにハッキングを仕掛ける。一斉にド派手にな。ま、加減はするさ。影響範囲は必要最低限に絞り込む。その分時間はかかっちまうな。なるほど。君には各地にあるエデンスポットへのハッキングを依頼しようと考えていたのだが、確実に岸辺の京を突くとするなら絡めてから攻めるべきだ。美なるかな、美なるかな、無形に至る。作戦名無形の陣といったところかな。お、いいね。孫子、真なるかな、真なるかな、無性に至る。まあ、わかんないけどわかった。わかんないようでわかった。あなたがそっちなら、私たちは言うこっちだね。だよね。理解が早くて助かる。では、君たちは地下道から六本木地下施設へ向かってくれたまえ。童貞は助手が把握しているはずだ。そんじゃ同時作戦開始だ。優子は任せたぜ。よーし、優子っちを助け出すぞ。でもってパラパラダンス計画なんてのも絶対阻止だ。
以前よりデジタルウェーブの影響が濃くなっているわ。おそらくデジモンやイーターも現れるだろう。気を引き締めてくれ。オッケー、ユウコッチを助ける前にヘロヘロになっちゃ元も子もないもんね。いくよ、六本木目指してレッツウォーキング。うわぁ、もしかして六本木まで徒歩？おや、今気がついたのか。六本木まで10キロ弱、時間にして2時間といったところだ。10キロ、2時間、どうしよう、体力的な意味で、とにかく頑張るしかないよね。えいえいおいく。
びで味わえ。だが君たちはローラーのついてる靴でも履いているのか、それとも優子くんのもとへ急ぐために息石切って全力疾走でもしているのかな。え、いきなり何、京子さん普通に進んでますけど。むしろペースダウンしてますけど、ではわずか数十分で君たちのデジバイス反応が赤坂にあるのはどういうことだろうな。いくら私たちがユーコッチ奪還のために死に物狂いで走ってもこんな早く赤坂は無理でしょう。迷いがとはたとえわずかでもここまで物理原則に影響を与えるのだな。どういうこと。デジタルシフトのせいで六本木までの距離が短くなっている。地下だから気づきにくいが空間が歪み短縮されているようだ。これは思ったよりも早く六本木に到着できそうだな。本当？やったー！いまいち言ってることは分かんないけど、デジタルシフトもたまにはいいことするじゃん。それから今分かったことなのだが、君たちの後ろにもう一つデジバイスの反応がある。敵の死角かもしれない。注意したまえ。え？敵の死角？さんら、ユーコハを助けに行くんやろ。ユーコっていうか、ユーゴっていうか。てかあんたは、ユーゴがユーコっちだって知ってたわけ？もちろん知っとったわ。わざわざアバターまで変えて、ユーコっちは何をしていたの？何のためにあんなこと。あの姿は、ユーコハの兄さんの姿なんや。ユーコっちのお兄さん？そう。エデン症候群にかかって何年も前から寝たきりの兄さんユーゴハンや。そのアバターを使うてユーゴハンはユーゴハンの父親が作ったエデンを守っとった。ザクソンのハッカーユーゴとして。どうしてそんなこと。ユーゴハンは家族の縁が薄いお人やから、家族との何かをつないでいたかったんちゃうやろか。家族との何か。ユーコッチそうだったんだ。ユーコハンはわっちに手を差し伸べてくれた、わっちに居場所をくれた大事な人や。お願いや、わっちも一緒に連れてってくれへんやろうか。え、ユーコハンを助けたいんや。お願いしんす。けど確かにユーコッチを助けたいって思いは一緒なんだよね。
よし、一緒に行こう。一緒にユウコッチを助けなさい。ノキアハン、おおきに。ちょっとお礼とかやめてよ。調子狂っちゃうじゃん。いつも通りでいいって。いつも通りってぶさい。それは却下。ほら、だったら行くわよ。Thank you.
よし、いざ勝負。Bye.
施設、本当にここにユーコッチが。わずかながらロイヤルナイツの反応がある。ここに間違いないようだ。それはできない相談だ。これでようやく災いの元凶を、薄汚い人間どもを消し去ることができるのだから。私たちが来たからには絶対にそんなことさせるもんですか。あんたがロイヤルナイツに操られてるってことはもう分かっちゃってんのよ。イグドラシルの意志だかなんだか知らないけど、人間を滅ぼすなんて冗談じゃないっての。オメガモンの入れ知恵か。オメガモン、貴様はここにいる人間どもに負けず劣らず愚かだな。人間風情に肩入れし、崇高なる意志に背くとは。お前まさか。ノキア、気をつけろ。この女人間ではない。どういうこと？だって岸辺は。何？なんか様子が。ついにこの時が来たのだ。誰にも邪魔などさせない。させるものか。まずい。奴はもう計画を始めるつもりだ。もう遅い。さあ、裁きの扉よ、開け。よし、これでこっちの準備はほぼ整った。あとはあいつらが優子を救い出せれば。お忙しそうですね。スエド、なんだってこんなとこに。いえいえ、お忙しいだろうと思いましてね、お手伝いに参ったわけで。ああ、冗談言いに来たのかよ。悪いけど今あんたに付き合ってる暇なんて。新田くん、君はどうしますか。もしこの世界に歪みが生じた原因が全て君たちにあるとしたら。はあ、歪みだ。一体何の話だ。まあ、そのおかげでこの世界は新しい姿へと進化しようとしているのですが。何度も言わせんな。お前の冗談に付き合ってる暇はねえんだよ。お前は岸辺の使いっ走りだろ。こっちの計画を邪魔しに来たのか。皆さんは本当に物事の本質というものを理解していませんね。岸辺さん、岸辺さんだったものもしかり、私は可能性を模索しているだけなんです。世界がより良い進化を遂げる、そんな可能性をね。私は君たちハッカーをずっと見てきました。エデンという
楽園の巨食を打ち破ろうとした君たちのその可能性が生み出す未来に魅力を感じて、ね、そしてその可能性の目は華々しく開花した。デジモンキャプチャーを開発し差し上げた甲斐があったというものです。お前がデジモンキャプチャーを？いや、なに、研究の過程で生まれた副産物ですよ。それよりも、いよいよ世界に新たな扉が開こうとしています。あ、しまった。それでは私は失礼します。またお会いしましょう。君が君自身の新たな可能性の扉を開きたいと思った時に、ね、あ、てめえ待て。あー、くそ、今は作戦を優先させねえと。あいつらが、これで扉は開いた。物質宇宙の断りは崩壊した。嘘でしょ。感じる、感じるぞ。世界がデジタルに移り変わっていく。これで醜悪な人間の姿とはおさらばだ。奴はロードナイトモン、私と同じロイヤルナイツ。岸辺理恵の体をよりしろとしてずっと暗躍していたのだ。オメガモンまで現実世界に？ついにこの時が来てしまった。2つの世界が扉でつながり交わってしまったのだ。久しいな、オメガモン。貴様も誇り高きロイヤルナイツの一人。今からでも遅くはない。我らに従え。我らが世界の存続のため共に人間を滅ぼすのだ。手始めだ。まずはその人間どもを血祭りにあげろ。オメガモン。断る。ほほう、あくまでも貴様はイグドラシルの意志に背くのだよ。人間を滅ぼすことがイグドラシルの意志なのか。私はずっと疑念を抱いていた。そしてノキアたちと行動を共にし確信したのだ。ロイヤルナイツの恥さらし。いいだろう。この私が直々に印籠を渡して、せめてもの情けにな。こいつ許せない。Hey!
本来の力が解放されるにはまだ早いか。だが、それも時間の問題だ。逃げるつもりか。我が同志同胞を出迎えねばならぬからな。貴様の始末はその後だ。あの空、変じゃないか。天気予報、なんか言ってたっけ。やばくないか。さあ罪をあがなえ、愚かな人間ども。なに。ワールドとつながった影響は十分に残っている。おそらく広範囲でデジタルシフトは発生している。私がこの姿のままでいられるのはその証拠。他のロイヤルナイトたちの力も感じることができる。必ずどこかに現れているはずだ。仲間たちを探し出し、共に人間界を滅ぼしてくれるわ。計画に若干の修正を加える必要はあるが、人類の末路に変更はない。クソ、間に合わなかったか。すまねえ、完全に俺のミスだ。気にすることないって。ちゃんと次元の扉は閉じられたんだし、最悪の事態は避けられたってオメガモンが言ってるよ。大丈夫、なんとかなる。だといいがな。せっかく励ましてやってんのに相変わらず感じ悪いやつ。ゆうこはん、ゆうこはんと、そうだ、ゆうこっち。
ン。ほら、あなたの代わりに私が行く。そないな命令バッチはしてへん。なんでプログラムが勝手に。大丈夫だよフェイ、あなたのデジモンを信じて。言ったでしょ、デジモンはただのプログラムじゃないって。デジモンを信じる。私の手には何もない。何をしてもトローに終わるならもういいんです。
8年前、兄がエデン症候群になった。家に帰らず、エデンの開発に没頭する父の代わりに、私だけが兄の元に通った。いくら呼びかけても、兄は目覚めず、私は声をかけるのをやめた。父が死んで、私を励ましてくれたのが、リエさんだった。家族を失わない方法があると、リエさんは教えてくれた。父の作ったエデンを守るため、遊具となってハッカーをまとめてほしいって。一人きりで途方に暮れていた私に、やるべきことを与えてくれた。だから私は、私を捨てて、遊具になった。自分をなくしても、家族とつながっていたかった。でも、結局、何もかも嘘だった。全部、リエさんに仕組まれていた。ザクソンのみんなだって、私についてきたんじゃない。私がエデンを守ってたわけじゃない。すべては、リエさんの力。私は、何もしていない。寂しい私。滑稽で、惨めな私。どうして放っておいてくれないの？もう戻れない。いろんなことを間違えてしまったから。私が失敗したせいでエデンでまた犠牲を出してしまった。もう自分が何をしたかったのかもわからない。父も兄もみんな私の前からいなくなって、一人だって認めたくなかった。でも、私はずっと前から一人だった。だからもう、構わないで。私はもう、一人ぼっちでいいんです。これは、私がフェイにあげたデジモン。ユウコ、あなたは決して一人じゃない。あなたがフェイと私を出会わせてくれたから、私もフェイも一人じゃなくなった。あなたは私たちに居場所を与えてくれた。私はフェイの隣に、そしてフェイはあなたの隣に。思い出して、あなたの隣にはいつも誰かがいたはず。今も。ああ、そうか、そうですよね。思い出しました、父の言葉。小さい頃、父が泣いてる私に言ってくれた。パパが作っているエデンでは、一人ぼっちになる人なんていない。たとえ体は遠く離れていても、誰かが一人で泣いていたらすぐに手を差し伸べられる。そのためのエデン、そのための物理原則に縛られない電脳空間。私たちは、フェイは今もあなたと共にいる。これからもずっと。ノキアさんが言っていたこと、ようやく分かった気がします。ありがとうございました。
友達を連れてきてくれて、私に手を差し伸べてくれて。私はこの奥にいます。お願いします、私をここから連れ出してください。
僕はユーゴ、ユーコの兄だ。ああ、僕の肉体はエデン症候群になって眠っている。君と同じだ。いや、君とは違うな。僕は完全な電脳体だからね。とにかく妹を侵食から救い出してくれてありがとう。僕も優子を侵食から守ろうとしていたけど、君がいなければあのまま取り込まれてしまったはずだ。まさかあんな方法があったとは。君のコネクトジャンプには本当に驚かされる。しかし君がイーターとつながってくれたおかげでこうして会うことができた。そう、僕が君を呼んだんだ。君はそれに応えてここへ来てくれたんだろ。気がついたらここにいた。何が起きたかわからない。それは災難だったね。僕が呼んだせいもあるだろうけど、誰かの呼び声に応える、君にはそういう力が備わっているんじゃないかな。ここがどこなのか気になるかい？ここはとあるネットワーク上に存在する特殊な領域だよ。君は僕の呼び声に無意識下で応えて、そのネットワークにアクセスした。君の中に僕の欠片がある。断片化された僕のメモリが、それを通して声を届けることができた。嬉しかったよ、君が持っていると知った時は。ただそのせいでいろいろと迷惑もかけたと思う。ここへ来て君が体験した妙な出来事は全て断片化された僕の記憶の影響で見たものだ。他にも似たような体験を君はしているはず。それらは僕の記憶の断片が引き寄せていた。かくいう僕も本体と思い込んでいるだけの少しばかり容量の大きな断片で、君にとっては迷惑そのものなのかもしれないな。僕の断片がどんな姿で現れていたか知らなかったけど、なるほど、幽霊か。相当不気味がられているんだな。優子や特にノキアをこう。君に迎えが来たよ。驚きだな。どうやってここを見つけたんだろう。とても深く強く君とつながっているらしい。僕の声に応えてくれてありがとう。君に会えて本当によかった。ユーゴやノキア、新たに伝えてほしい。僕は大丈夫だと。だから僕を探す。いっぺんに質問してやるなよ。1週間以上も連絡が取れなかったんですよ。しかもあんな別れ方になって心配して当然です。ああ、はいはい、わかったわかった。とにかく無事でよかったじゃねえか。詳しい話は直接会ってから。それでいいだろ。
く事務所に戻りたいだろうし。じゃあ後でな。あ、おかえりなさい。よかった、本当によかったです。怪我はしていませんか？体に異常は？一体どこで何してたんですか？だからいっぺんに質問してやんなっての。そいつは無理な相談ですぜ。新たな旦那ゆうこっちってば、この子が消えちゃってから超心配してたんだから。誤解しないでください。お礼もちゃんと言えないうちに行方不明になられたせいで、この一週間目覚めが悪かっただけです。行方不明になるならちゃんと私がお礼を言ってけじめをつけてからにしてください。オタク、そのツンデレレベル高すぎだろう。ともかくあの時はありがとうございました。心配してたのは俺たちだけじゃないんだぜ。京子さんもずっとお前を探してた。ただちょっと前から連絡が取れないんだ。無事に帰ってきたこと京子さんに伝えておいたら、君のデジバイスからなら連絡取れるかもよ。オタクのデジバイスでもダメか。京子さんどこ行っちゃったんだろう。関東全域を覆っている怪現象は未だ収まりを見せず、政府の対応が急がれています。まるで仮想現実の世界に迷い込んだかのような奇怪な現象に専門家は。外見ただろう。あれ以来世界が変わっちまった。テレビだってこのニュースばっかやってやがる。何も知らない自称専門家さんが毎日ご考説垂れてるよ。次元の扉が開いた影響で大規模なデジタルシフトが起きています。収束する気配はありません。デジモンたちも現実の東京を自由に闊歩している。デジモンが実体化するのはまだいい。まずいのはイーターだ。あいつらは見境なく人を襲うからな。くそ、俺がもっと早く止められていれば。もう新た、それはいい子なしって決めたじゃん。んな悠長なこと言ってられっか。この瞬間も誰かがイーターに襲われてるんだぜ。それはそうだけどさ。例えば岸辺ロードナイトモンだっけ、まだ見つからない感じ？はい、まだ足取りがつかめません。神城の CEO 岸辺リーはハッカーに拘束された。事実を知らないマスコミはそんな憶測を報道していますが。何でもかんでもハッカーのせいにされちゃってるね。ハッカーを悪者にしておけばオールオッケーみたいな。無理もねえけど、日頃の行いが悪いのは事実だし、実際ハッカーが失敗したせいで被害が出てるんだ。だからそれは。それよりオタクが行方不明の間一体何があったんだ？聞かせてくれよ。なんとも言えねえ話だな。全部が全部幻ってわけでもなさそうだ。本当に兄さんに会ったんですか？兄さんはエデン症候群になってセントラル病院でずっと意識不明のまま眠っているんです。
その兄さんと会話ができたなんて、エデンのアバターのようなものだったんだよね。私を助けてくれてありがとうと、そう兄が言ったんですか。私、兄を救いたい。エデン症候群の治療法を見つけ出します。ひいてはそれがたくさんのエデン症候群の患者を救い、父が産んだエデンを救うことにつながるから。そのためにも私はもう一度あの人に会って決着をつけます。キシベリエ、いえロードナイトモンに。あの人は父の死に必ず関わっている。それにイーターのことも詳しく知っているはずです。俺も岸辺は許せねえ。あいつはハッカーの存在を都合よく利用してやがったんだ。ロイヤルナイツってのは相当上位のデジモンなんだろう。強力なデジモンやイーターに対抗する手段、私はデジモンたちが気になるかな。いきなりこんなことになってパニクってる子もたくさんいるみたいなんだよね。わけわかんなくて怯えて暴れたり、このまま放っておいたら人間とデジモンが本当に戦争を始めちゃうかもしれないって。オメガモンはそれを止めたいって言ってる。私たちリベリオンズはオメガモンを手伝う。つまりラブラブデジモン絆大作戦マックス発動だ。どうやらやりてえことを、いややらなきゃいけねえことが決まったみたいだな。え、今の何？おい、お前だ、大丈夫なんですか？反電脳体か。この規模のデジタルシフトが起きてんだ。オタクの体にも影響が出ちまってるのかもな。あ、刑事さん。おお、やっぱりここに集まってたか。京子さんは留守ですけど、どうかしたんですか？いや、用があるのは俺だろ。よくわかったな。そろそろ来る頃だと思ってたんだ。例のハッキングの件についてだよな。ああ、まもなくお前、真田新が指名手配されることになっている。え、どうしてそんなことに？東京中を停電させたこの間のハッキングで令状が出たんだ。待ってください。ハッキング行為は事実ですが、あれには正当な理由が。わかってる。だが上はそれらの件で真田新を重要参考人として取り調べるつもりでいる。ここらで分かりやすい敵をでっち上げて世論のパニックを抑えようって魂胆だろ。お偉方の考えそうなこった。悔しいがその通りだ。だが俺は京ちゃんから事情を聞かされている。今東京で起きていることについても君たちほどではないが多少なりとも理解しているつもりだ。必ず俺が上と話をつける。だから真田、ここはおとなしく警察の保護を受けてくれ。いいな？嫌だ。おいおい、逃げたりしたらそれこそ上の思うつぼだぞ。お前はまだ未成年なんだ。大人の言うことを聞いてくれ。さすがにここは刑事さんの言う通りにした方が良くない？それにそもそもは私の救出を目的とした作戦で実行されたハッキングです。一連の事件には私たち全員が関わっている。いわば私たちは共犯。新田さんが罪を問われるなら私たちも同罪のはず。おいおい、上白優子さん、話がややこしくなってますけど。これは事実です。あなた一人が負うべき責任じゃない。
カッコつけるのはやめてください。そういえばオタクはユーゴだったな。なら俺が言いたいことはわかるだろ。最終的に誰かがケツ拭いてくれるって期待して一人で突っ張ってたわけじゃねえんだわ。それに全員が警察に目つけられてどうすんだよ。俺らにはやんなきゃいけねえことがあんだろ。今のは聞かなかったことにしてくれよ、又吉さん。ま、言われなくてもそうしてくれるとは思うけど、優子たちが共犯ならあんたもだよな。京子さんから事情聞いちゃってるんだし。ん？何の話だ？すまん、伊達がまた何かやらかしてないか心配でな。気もそぞろで聞いてなかった。助かるよ。あと悪いけどやっぱあんたの話には乗れねえわ。あんたみてえないかつい大人に保護されるなんてまっぴらごめんだからさ。勝手なことばかり言いやがって。あのな、今は強がり言ってられる状況じゃないんだぞ。そんなんじゃねえよ。警察が事情を話して分かってくれる相手だとは思えないんだね。まあ、あんたのことは信頼してるけどさ。つうわけで、これから晴れて全国指名手配犯ってわけだ。また一つ俺様レジェンド達成ってか。けど、もうオタクらとは一緒にはいられねえな。おい待て、真田、勝手な真似するんじゃない。バッカじゃねえの。待てっつわれて待つハッカーなんていねえっつ。自由にデジモン呼び出せるのは便利だな。これなら俺余裕で逃げ切れんじゃねえの。そうだ、オタクマジでお人よしすぎだから、その面倒な性格ちっとは直しとけよな。そんじゃあな、オタクらと遊ぶの結構楽しかったぜ。アバよ。待て、サナダ。アラタ、なんで、どうしよう。アラタさんが罪をかぶってくれるおかげで私たちはこれまで通り自由に動けます。これで事件の早期解決も望める。事件が解決すれば新田さんの冤罪を証明できるはず。それが新田さんの狙いです。え、あ、そういうこと。それならそう言ってよ。めんどくさい、水くさい、かっこつけ。確かにあのカッコつけようはもはや病気の域ですね。ですがそのために背負ったリスクは大きい。新田さんの覚悟無駄にはしません。そうだね、私たちは私たちにやれることをやんなきゃだね。私は理恵さんの行方を追います。何か分かったら連絡しますので。私はデジモンラブラブ絆大作戦マックスを敢行しつつ、デジモンたちから情報とか友情とか愛情とか集めてみるね。だよ、お前だけか。あのうさんくせえ女探偵が行方不明ってマジだったのな。なーに人の顔見てがっかりしてんだよ。失礼だろうが、逮捕すんぞこれ。おい、しょげてたってしょうがねえだろ。気長に待ってりゃいいんだよ。あの女探偵のことだ、そ
そのうちフラッと戻ってくるさ。にしてもお前だけとは想定外だったぜ。ああ、どうすっかな。うぜえ、なんかすげえうぜえ。ま、へこんでるよかマシだけどな。しょうがねえ、お前でいっか。あたしも手が回んねえし。いや、ちと訳ありを拾っちまってよ。ねえ、もういい？あ、なあ、いいぞ。わーい！僕、ロッサモン、よろしく。ねえ、この人？僕の相談に乗ってくれるのって。こいつが依頼者だ。人探し、いや、デジモン探しを頼みたいんだとさ。街でこいつがオロオロしてたのを見つけてさ、放っておくわけにはいかねえし。で、思いついたのがお前んとこだったってわけだ。お前らこういうわけわかんねえ事件得意だろ。今じゃ東京のあちこちにこんなんが現れて大混乱だ。あたしら警察もどう対応していいんだかはっきりしねえ。なのに偶然拾ったこいつは言葉も通じるし、別に暴れるでもないし。それに かわいいじゃねえか。ああ、お前今笑ったろ。悪かったな、柄にもねえこと言って。ともかくな、デジモンだからってこんなやつをむやみにとっちめるのも柄じゃねえし、害がなさそうだし、困ってるみてえだから連れてきたんだ。デジモンにもいろんなのがいるんだ。おとなしいのとか暴れるのとか。まあ気にすんな、人間だって同じようなもんだし。それより後で耳触らせろや。何モフモフさせてんだから、気持ちよさそうじゃねえか。私は又吉さんとこに応援に行かなきゃいけねえんだ。こいつはお前に任せっから、最後までちゃんと面倒見てくれよ。わか、人間だろうがデジモンだろうが依頼者は依頼者だ。嫌も応もないだろう。安心したぜ。じゃああと頼む。そいつのこと泣かしでもしたら容赦しねえからな。ああ、そうだ、又吉さんから伝えとけって言われたんだ。お前のダチの新ただっけか、あいつの逮捕状が正式に発行された。つまり晴れて全国指名手配ってことだな。頭の固い上層部の連中はあの新たってやつが今回起こった異変の中心人物って考えてる。誤解すんなよ、又吉さんすんげえ頑張ってくれたんだぜ。でも馬の耳に念仏ってやつでさ、全く聞く耳持ちやしない。あいつが逃げたせいでさらに怪しまれちまったし。
心配すんなって。またよしさんが動いてくれてんだ。絶対悪いようにはなんねえよ。私もガキの頃は何回もやんちゃしたけど、あの人だけは最後まで面倒見てくれてさ。お前らなんか事情があったんだろ。安心しな、又吉さんはそういうやつのことを見捨てたりしねえよ。じゃあな、このチビのことよろしく頼むな。君の友達も迷子なの？じゃあ一緒に探そう。きっと見つかるよ。よーし、そうと決まったら友達探しに出発進行。
ハハハハ。